魚反応良くないっすね。水の色も悪くはない感じなんですけど、あ、チェイスしてきましたね。ちょっと可愛い感じですけど、アマゴですね。ちょっと可愛いサイズですけど、綺麗な魚が出ましたね、今はトラウト中のヘビーウェイトを使ってチェックしていって、で3回ほどチェイスしてやっと加えてくれたっていう感じです。じゃあこちらお願いします。こちらですね、トラウト中のヘビーウェイト。手っ取り早く川をチェックしていくには非常に使いやすいですね。水深もある程度カバーできますので、私のパイロットルアー的な存在ですね、はい。でここのポイントで、ね、真ん中のところ白泡が立っているところ 2箇所ありますけど、今チェックしたのが、ちょうど上がってきて最初でしたので、手前側の白波のさらに手前の浅いところですね。ちょうどもう下の岩が見えるような浅いポイントです。で、魚ちょっと数箇所深めのところだけチェックしてきて反応なかったので、こういうシャローにもう浅いところを背に出て意識して出てきているのかなという感じがしましたので、こちらの方をチェックしたところチェイスが見られましたので、それを狙ってみたという感じですね、これから上の方でちょっと深いポイントが増えてはくるんですけど、狙いどころはいっぱいありますんで、ちょっと楽しみながら行きたいと思います。ここはメインの流れと横からの流れが混ざり合って、ちょっと複雑になっているのと水深がありますんで、ちょっとヘビーウェイトミノーでもカバーしきれない部分がありますから、ルアーをちょっとチェンジします。メタルバイブレーション、こちらのカイモで、このヘビーウェイトミノーのもう少し下のレンジをチェックしていきたいと思います。こちらの、メタルバイブレーションカイモなんですけど、ライン合いがね3箇所穴が開いてます。軽量の場合には一番前の穴にラインをセットします。この穴というのは意図的に泳ぎにくくしてあります。なんで泳ぎにくくしてあるかというと、泳ぎにくくすることによってできるだけボトム近くをレンジキープしやすく、セッティングしてあります。どうしても、泳ぎが激しくなると揚力が生じて浮いてきてしまって、一番狙いたい底近くの、レンジをトレースすることが難しくなってしまいますので、あえて泳ぎを抑えることによってそこのレンジをトレースしやすく、そういうセッティングになってます。じゃあちょっと試してみますね。使い方は投げたら1回ボトムまで落としていただいて、しゃくって巻いてきて、しゃくってっていう感じですね。でこう見て地形に変化があるようなところ、岩があったり駆け上がりになってたり、そういった目で見えているようなところでしたら、もう意図的にその周辺でしゃくってこう動きの変化を入れてください。これで使うので一番大切なのは、もう本当できるだけボトム近くを意識することですね。そこの部分を攻略するためのルアーと割り切って考えていただいて結構なんで、今ちょっと小さめですけどチェイスしてきましたね。
来ました。あ、バレちゃった、ごめんなさい。もうここは大きな木なんで、もう貝もね、もとも叩きまくります。まあ、メタルバイブレーションっていうとトラウトの人はあまり馴染みがないんですけど、ですのでよくどうやって使うのって聞かれるんですけどね、まあ使い方は、まあ、完全にアップで投げてますんで、着水したらホールさせて、まあ、糸が流れてくる部分を回収しながらちょんちょんやって巻いてきて、ちょん巻いてきて、あまりちょんちょんやりすぎちゃうと今度浮いてきちゃったりしますんで、常にボトムを意識して使ってもらう感じですね。で、まあ、あの流れがもっと速ければ、まあ、リトリーブスピードもそれに従って速くなっていくっていう、そういった感じです。ここはそれほどね速くないんで、ゆっくりめのリトリーブスピードでやってますけど、あんまり大きくないですね。ちょっと可愛いサイズが来ちゃいました。これは逃がしてあげましょう。まあ、こちらのメタルバイブレーション回毛で釣れました。まあ何回かチェイスはあったんですけど、みんな先ほどのサイズぐらいの魚でしたけど、まあ、ボトム付近を丁寧に叩いてたら結果が出たというような感じの釣れ方でした。じゃあちょっと変わったのを使ってみます。ダートマジックの軽流カラーですね。こちら3グラムのモデルになってます。まあ、エリアをなさる方だとダートマジック聞いたことがあるぞっていう方多いかと思いますけど、まあ、その名前の通りもうダートしまくるルアーです。ですから、まあ、投げて流れの中を探るっていうとミノーの方が扱いやすい面もあるんですけど、左右の巻き込みであったりとか、そういった流れが緩くなっているようなところ、その辺なんかに落としてちょんちょんとダートさせてリアクションで食わしちゃうような、そういうルアーです。ちょっと試してみましょう。ボトムに落としてちょんちょんちょん、ミノーのスイッチよりもこう間隔を空けて操ってください。こう間隔を空けてる間に、まあ、左右にこうスライドできる遊びを作ってあげるっていうような感じです。あ、今ちっちゃい子がまたチェイスしてきましたね。かなり激しいダートをしてくれるルアーなんでね、もうリアクション重視の誘い方にはうってつけのルアーです。今もチェイスしてきましたね。なかなかしっかり食ってくれないな。あー、来ましたけど、やはり同じサイズです。まあ、こんな感じでダートマジックでも釣れてくれますんで、ちょっと、はい、こちらの見せてあげましょう。じゃあちょっとポイント変えますか。